はい、ということで、給湯器が壊れてしまったら、この冬に給湯器が壊れてしまったら、もうお湯は使えません。水シャワーしか出ません。で、台所でも水しか出ません。とっても困りますよね。なので、給湯器が壊れないようにメンテする方法が、ノーリツのホームページの方でありましたんで、シェアさせていただきます。で、寒波の予報が出たら、今ね、日本は大寒波襲ってますよね。なので、風呂の給湯栓からごく少量の水を出しっぱなしにすると。1分間に 400cc ほどの水を出しっぱなしにしてください。そうすることで、水が流れ続けるので、給湯器の中の水が凍結を防ぐ、することを防げますと。で、追い焚き機能付きの風呂釜の場合は、もう水を張ったまま、寝る前、お風呂が、最後の人はお風呂上がって、その時にお湯を抜かずに、そのまま残しておくというふうにしてください。それで凍結を防げます。防げるようです。で、2番目は給湯器の配管が凍結してしまったら、ここはこの配管ですね、凍結してしまったら、もうね、自然に解凍するまで待ってください。熱湯をかけたりすると、機器やこの配管が破損する可能性があります。なので、自然に解凍するまで待つ、もしくは業者さんに連絡して解凍してもらうというふうにされるといいです。で、3番、雪が降り積もったら、もうね、今日は北海道に住んでるんですけど、北海道札幌なんですけども、1日で55センチの積雪があったぐらいですから、あったんですよ。なので、こういう給湯器のね、給気口、排気口の小さな煙突の部分ですね、そこが雪で埋もれちゃうこともあるんですね。で、その雪で埋もれてしまったら、給湯器の給気口、排気口が雪で埋もれてしまったら、さすがに故障の原因になるんで、なので、給湯器の給気口、排気口のところにかぶさってる雪を全部ね、取り除いてください。はい。で、4番目は給湯器の電源プラグ。ここですね。これは抜かずに差しっぱなしにしてください。もうね、電気代を節約しようとしてね、頑張っていろんな電源コンセント抜く人もいますけども、給湯器の電気代を節約しようとしても、1日ね、10円とか20円いったらいい方だと思うんで、なので、10円、20円節約して給湯器が壊れてね、何ヶ月も水風呂になってしまったら、水シャワーしか使えないというふうになってしまったら、さすがに困りますよね。なので、で、給湯器の電源コンセントは入れっぱなしにしてください。そうすることで、給湯器の故障を防ぐことが可能ですと、ノーリツのホームページに載っていました。そして、で、メーカーのガスコンロや給湯器の修理をやっているサービスマンの方のコメントもありましたので、お知らせしておきます。まずは、もしね、ちょっと調子が悪くなった、故障だと思って連絡する場合は、まずは給湯機器であれば、何らかの不具合、エラーがここに出ているはずなんで、そのエラーをメモっておいてください。で、修理依頼するときに一緒に伝えてください。そうすると、おおよその予測ができるので、メーカーのサービスマンの方もある程度の準備して来てもらうことができます。で、あとはね、このお湯と水、そしてガスの元栓が閉まってたのか開いてたのかっていうのもね、一緒に伝えてあげると優しいですということですね。で、それだけで修理依頼された時の完了までのスピードが変わりますので、ぜひエラーの番号をメモる、開いてるか閉まってるかの話も伝えておくというふうにしてください。そして、風呂難民になってしまった人のコメントもありました。で、今月の12月5日、突然壊れてしまって、で、もうね、この給湯器の大手メーカーから近所の工務店までもう問い合わせしまくったんですけども、3ヶ月から4ヶ月までは入荷がありません。新品の入荷がありませんというふうに返答があったと。で、銭湯も近場になくて、毎日鍋でお湯を沸かして、で、かけ湯をしたりね、お湯、沸かしたお湯でタオル濡らして、でね、絞ってホットタオルでね、汗を拭くとかね、そういうふうにしていましたと。で、その時にやっと良いものが見つかりました。で、それを、湯沸かし保温ヒーターですね。それを購入し、入浴できるようになりましたということですね。しばらくこれでしのぎます。早く思いっきり温かいお湯とシャワーを浴びたいというふうにね、コメントありましたんで、それが何かというと、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから確認してみてください。こちらです。湯沸かし太郎というね、浴槽にドボンと入れて、この本体を浴槽にドボンと入れて、こっち側のね、電源コンセントに挿すと。そうすると、お風呂の
お湯の中にドボンと入れたこのヒーターの部分がお風呂のお湯をお風呂の水を湯沸かし温めてくれてお湯にしてくれるという機械になってます。で 910W の強力パワーなんでかなり電気代を食いますが、お風呂に入れないよりはマシだなって思うときにこれを使ってお湯を沸かすというふうにするといいですね。まあ1本あたりね、これね3万円前後するので、まあ値段は張りますが、給湯器がないまま数ヶ月過ごすんだったらこちらをね湯沸かし太郎があるといいと思いますんで、まあね必要だなと思った方は概要欄の湯沸かし太郎のリンクからね見てみてください。 Amazon と楽天のリンクね両方用意してありますんで、そちらから見てみてください。ということで今回は給湯器が壊れたら数ヶ月水風呂になっちゃいます、そんなね地獄をあなたに味わってほしくないので、給湯器のね故障から防ぐための4つのポイントと、そして万が一故障かなと思った時にサービスマンさん、故障を直してくれるね業者さんに、ね、伝えるべき情報、そして故障してしまった時の応急処置のための湯沸かし太郎の話、3つねお伝えしたんで、よかったらねうまく使ってあなたの給湯器を守りつつ、万が一故障したらすぐにサービスマンさんに連絡してできるだけ早く修理してもらえるようにする、そして万が一どうしてもダメだったら湯沸かし太郎で治るまでの間しのぐという方法をお伝えしましたんで、うまく使ってこの冬をね乗り切ってくださいということで、今回は以上です。高評価チャンネル登録してまた見てください。じゃあね。